皆さん外国語喋れますか？まあ多分この中には帰国子女でもそうでもない人もいると思うんですけど、帰国子女の子に対して英語喋れるとか外国語喋れるって聞いたり聞かれたりした経験ってないですか？私はまあ中国から帰国子女で、中国語喋れるのってたくさん聞かれたことあるんですけど、全く喋れないです。むしろ英語圏にいた時間の方が短いのに英語の方が喋れます。さて、私は小学校2年生の8月から小学校3年生の終わりまでの2年間中国の青島という町に住んでいました。さて皆さん、中国ってどんなイメージありますか？治安が悪い、汚い、まあ、日本とあんまり仲良くないとか、どっちかって言ったら、まあ、悪いイメージが多いと思うんですけど、小学校1年生の私も全く同じようなイメージを持っていました。で、ある日父親に兄弟3人正座で座らせられて、大事な話がある、お前たちは5年間中国で過ごすことになったって言われて、まあ、それを聞いた時にうわ行きたくないなとか怖いなって、まあ、どっちかっていうと悪い感情が出てきたんですよね。まあ、なんでじゃあ悪い感情が湧いたかっていうと、まあ、それやっぱり中国に対する、まあ、マイナスなイメージだとか偏見、あと固定観念とかちゃんと持ってたからなんですよね。で、まあ日本地図で東京の場所すら分からなかった私にとっては、中国なんてもう地獄のような未知で怖い場所って思ってました。まあ、でそんなこんなで小学校2年生だから、まあ2011年の4月2日から、まあ、中国の青島っていう、まあ、海沿いの町での生活が始まりました。知ってる人はいると思うんですけど、青島ってもともとはドイツ領だったので、都会の方に行けばそれなりに洋風の建物があったりだとか、あとは北京オリンピックのユット競技会場だったので、まあ、それなりに有名な街ではあったんですよ。でも、まあ、道路はすごい汚くて、ゴミとか、まあ、あと食べ終わったガムが落ちてたりとか、あと車の数がすごい多かったので空気が悪かったりとか、あとなんか中国人ってちょっと怒ったように喋るんですよ。だから、まあ、ちょっと怖かったりとか、ね、第一印象はほとんどイメージ通りでした。で、私たち日本人って中国に行けば圧倒的富裕層になれるんですよ。まあ、だからそこにいた日本人たちは、まあ、東京でいうところの港区の高層マンション、いわゆるオークションみたいな高級マンションの、まあ、団地に住んでいました。で、私は、まあ、とある高層マンションの23階の海が見える部屋に住んでたんですよね。海が見える部屋、ね、それだけ聞けば皆さん綺麗な青い海を想像すると思うんですけど、まあ、実際私が毎日見ていた海はもう藻にまみれて、まあ、ある意味エメラルドグリーンの海を見渡すことができました。まあ、で私は学校には、まあ、そこにあった日本人学校に通ってたんですよね。でこれが私が、まあ、日本語を喋れない一番の理由です。まあ、だから少しはやっぱり現地の学校に行って中国語話せるようになっとけばよかったかなと思うんですけど、まあ、実際は全く気にしてないです。まあそれはやっぱり、まあ、これまで自分が小中高と過ごしてきた学校生活の中で中国での学校生活が、まあ、群を抜いて楽しかったからなんですよ。まあ、やっぱりそれなりに設備が整った校舎とか、まあ、あとは少人数のクラスとか、あと、まあ、いろんな都道府県、中には全然違う国から来た、まあもちろん日本人なんですけど、まあ、先生とか、あとは友達とか、まあそういうことがあって、まあ、あとは少人数のクラスなので、まあ、男女の隔たりがなく他が一緒に遊んだりとか、あとお泊まり一緒にしたりとか、もちろん喧嘩もいっぱいしたんですけど、彼らはやっぱり
今でも私にとってはかけがえのない唯一無二の存在です。さて、まあ中国に住んで1年経った時に、もともとその住んでいた高層マンションの大家さんから、まあ、とにかく出て行ってくれって言われて、まあ急遽、まあ、隣の同じような団地ので、今度は高層マンションじゃないんですけど、まあその中のマンションの一部屋に引っ越すことになりました。まあでもその一部屋自体はもともと住んでいた23階の部屋よりかは全然広くて、台所もすごい充実していたりとか、あとはその建物の1階にはコンビニみたいな、まあ、ちょっとしたお店があって、そこのおばさんとすごい仲良くなったりとか、また隣の建物の1階には、まあ、日本人が営んでるパン屋さんがあって、そのパンを毎週水曜日に買って学校に持って行ってました。まあ、だから環境的にはすごいより良くなりました、前住んでいた場所よりも。で、面白いことにある日、まあ、その元々住んでた部屋を道路から見上げてみたんですよね。そこには入居者募集中、電話番号はこちらって書かれてて、いや本当になんで追い出されたのかなって未だに理由は分かってません。で、まあ、中国に来て2年目に突入した時に、まあ、それまでに何回かやっぱり一時帰国はしてたんですけど、まあ、一時帰国をして日本から中国に帰ってくるってなった時に、もっと日本にいたいとか、もうずっとこのまま日本で暮らしたいって思うんじゃなくて、逆に中国帰って早く友達に会いたいなとか、帰ったら何食べようかなとか、いつの間にか、まあ、私の帰る場所は日本じゃなくて中国になっていたんですよ。まあ、中国に住んで、まあ、その中国の文化とか、あとは知り合った友達とか、あと習慣とか、あとやっぱり現地の人の優しさ、そういうものにたくさん触れて知って、もう知らない間に私は中国のことが大好きになってました。でもそれに気づけたのは小学校3年生の3学期に父親から告げられたとある思いがけない言葉からでした。まあ、また兄弟3人正座で座らせられて、でもその時の父親は日本から転勤するっていう時よりももっと深刻そうな空気をまとって、大事な話がある、本帰国をすることになった、そう言われたんですよ。その頃の中国と日本の、まあ、国際関係は最悪でした。2012年の夏休み明けから秋の終わりにかけて、反日デモが各地で頻繁に起こりました。だから私たち日本人はその当時はすごい日本人であることを必死に隠しながら生きていきました。例えば公共の場所はもちろん、スーパーとかタクシーの中でさえも日本語を話しちゃいけないし、あと日本人学校はやっぱり反日デモが激しくなっていくにつれて一時休校することを決めたんですね。それはやっぱりランドセルを背負った日本人の子供たちがどんな被害に遭うかもわからないし、日本人学校のまだ学校の校舎自体が反日デモの対象になりかねないって学校側は考えたからです。でも、まあ、私たちの被害ってやっぱりもちろん学校の一時休止とかもそうなんです、一時休校とかもそうなんですけど、まあ、あと物理的な被害で言ったら、まあ、日本のイオン系列のスーパーであるジャスコがもう破壊されて店内が荒らされたりとか、あとまあ青島ではないんですけど、また全然違う場所では、まあ、日産の販売店の窓ガラスが割られたりとか、だから中国国内は決して穏やかではなく、日本人もすごい生きづらい状況に陥ってました。やっぱりそんなことがあってから私はだんだん
なんだって、中国人ってやっぱり日本人のこと嫌いなんだなって、また悪いイメージというか、本当に住む前持っていたイメージよりもよりひどい中国に対するマイナスな感情を持つようになりました。まあ、そんな中ある日、まあ、家族でちょっと買い物した後にタクシーで帰ることになったんですよね。でもやっぱりタクシーの中でも日本語を話すことはできなくて、まあ、それはやっぱり降ろされかねないっていう危険があったからです。でもう家族は一言も話さずに車内はすごい緊迫していました。まあ、やっぱりそれにタクシーの運転手さんもなんか感づいたのか、あなたたち日本人なの？って聞いてきたんですよ。お父さんはやっぱり少し考えて、まあそうですねって答えたんですよ。そしたらタクシーの運転手が口を開けて、かわいいねって笑いながら言ったんですよ。もうびっくりして、聞こえてきたのがため息とかもう罵声でもなくて、まあ、中国人独特の中国語なまりの私の母国語である日本語でした。本当なら降ろされてもおかしくなかったし、むしろ降ろされるぐらいだったら全然マシだなって思ってたんですけど、まあ、彼はその言葉の意味はきっと知らなかったと思うんですけど、可愛いとか美しいとか美味しいとかいろんな日本語の単語を連発していきました。お父さんはなんでそんなに日本語がわかるんですかって聞いたんですよ。すると彼は笑って、まあ以前に日本人を乗せたことが何回もあってね、それに私は日本のこと好きだしって言ってくれたんですよ。それを聞いた時、やっぱり自分の心の中のどこかで引っかかってた中国に対する反日デモで塗り替えられてしまったイメージが剥がれ落ちて、残ったのは自分が時間をかけて作り上げた本当の中国のあり方でした。私たち日本人だけじゃないんですけど、どこか海外で暮らすってなった時にやっぱり現地の人なしでは生きていけないんですよね。生活をするのにも食べ物食べたり学校行ったり住居を探すのにも。でこれまでに私たち日本人は青島にいた、青島だけじゃないんですけども、ちろんその中国の現地の人に助けられてきたことをその時思い出しました。彼らは私たちが何人であるかの前に一人の人間として接していてくれたことをそのタクシーの運転手は教えてくれました。まあそしてしばらくして、まあ、中国国内のデモがそれなりに落ち着いて、私たち日本人も外で日本語を話せるようになったりとか、あとまあランドセルを背負って学校に通えるようになって、私はそのまま中国で小学校4年生に上がろうとしていた時に、もうさっきも言った父親から本帰国をするということを告げられました。その年に帰った日本人はどうしても多かったです。自分が父親が何言ってるのか理解をして、もう涙が止まんなくて、嫌だって、帰りたくない、ずっと中国に住んでたいってすがるように泣きじゃくりました。そしてその時気づいたんです。私は中国が、そして青島がいつの間にか本当に好きになっていたんだなって。そして私は2013年の4月3日に日本に帰ってきました。失ったものはすごく大きかったです。私が好きな、本当に好きだった友達とか先生とかともう同じ場所で同じ時間を過ごすことは二度とありません。今まで助けてくれていた、まあ、中国人現地の人に
お礼を言うことはできません。私たちが住んでいた高層マンションのベッドの上で寝ることは決してないでしょう。でも得たものもそれと同じぐらいか、まあそれよりも大きいものでした。それはその国の本当のあり方を見れば悪いイメージなんて変えられるということです。どんなに悪い噂や、まあ、イメージがある国でも行ってみれば、まあ、必ずいいところは一つ見つけられるはずなんですよ。だからその日本で流れてくるニュースだとか噂とかでその国のことを判断するんじゃなくて、自分の目で見て、体で感じて、で、まあ、その国の本当を作り上げていく、そういうことをする重要性を私は知ったからこそ、まあ、高校1年生のイギリスに留学していた時も、あ、自分が日本にいた時のイギリスのイメージでイギリスを見るんじゃなくて、時間をかけて作り上げて、そのイギリスってどんな国なんだろうとか、どんな文化を持つんだろうとか、そうやって本当のイギリスのあり方を見ることができました。まあでも私は日本からの万有引力が働いてるのか、海外に暮らすってなった時に、まあ予定していた期間よりも短い時間で帰ってくることの方が多かったです。それはやっぱり半日でもね、中国5年いる予定だったのに2年で帰ってくるとか、コロナの影響でイギリスにいたのに、イギリス本当1年間留学する予定だったんですけど半年で帰ってくるとか、まあ、あと中国から日本に帰ってきた時実家が燃えるとか、いや皆さん本当に火災保険は入った方がいいですよそんなこんなね、やっぱり中国に行ってその中でも引っ越しをして、でまあ半日でも日本に帰ってきて、家が燃えてまた日本国内で引っ越しをして、また実家に帰ってきて、でイギリスで寮生活をして、コロナでまた日本の家に帰ってくる、まあ、そんな風にいろんな場所を転々としてきて転々としてきた経験があったからこそ、私は中国で学んだことを生かして、どんな場所に行っても楽しく過ごせると思います。皆さんも今悪いイメージを持ってる国だとか場所とかに、まあ、ちょっとこのご時世は難しいと思うんですけど、また世界各国に行き来できる時が来たら、まあ、その国に行って自分の目で見て、自分の体で感じて、で自分の心の中でその国の本当を見てみるのはいかがでしょうか。ご清聴ありがとうございました。